式法分析第一人者が伝授会社式法活用法来期の業績は不透明テーマから注目銘柄を探すボリューム2個別銘柄解説編ですお話は引き続き副元経済塾代表取締役塾長渡辺誠二さんに伺っていきますよろしくお願いしますさてボリューム1では記号を俯瞰的に解説していただきましたが、はいねはい、ボリューム2では何を深掘りしていきましょうか、うんはい えー、今回は、ね、SBI の,の証券のです、ね、検索機能を活用して、はい、え個別銘柄を選別しようということでやっていいきたいと思います私は SBI さんをです、ね、あのこう持ち上げるわけじゃないんですけど、はい、あのとても、ね、こちらの証券講座は、ね、便利で、ね、非常に機能が充実していると思うい,、はい、いやすいと、はい、一応あの仕事柄、いくつか使っているんですけど <laughs> とても使いやすいと思いますね。ね はい、で、えー、おそらく、いろんな機能があるんですけど、まだ使いこなせてない方もいらっしゃるんじゃなかろうかう、ね、という形で。便利になってる分、難しいところもありますよね。よねはい、で、えー、前編の流れを、まあ、受けて。えー、ちょっといくつか、こちらで、やっていこうと思います。はい、お願いします。はい、まずですね、えー、当初三十三業種という業種、で。まあ、ちょっと、あのー、これはっていうのは、あまり、見当たらないっていう話の中で、地味ながら、こっそり、はい。 金属製品いいいうのが目立っったたはい、気になっていました <laughs> そうじゃあちょっとここから銘柄選んでみようという形でやっていきたいと思います。こちらですね、えー、証券口座に行き、えー、ますと、えー、国内株式という欄があります。でこれをポチッとです、ね、押しますと、はいえー、右下のところにですねこれ、えー、銘柄スクリーニングっていう、まあ、こういう,うクリックするとこがあるんですね。はい、でこれをですねパチッとこうクリックしますとそうするとですね えー、こういう基本情報というこういう、まあ、タブがいっぱいついた中に基本情報というのがあります。でそこのですね、えー、業種という欄がありましてでここに当初33業種が全部出てくるわけなんですけれども、うん、この中のですね一つこの金属製品というのを押してみると、はいね、これがあの、えー、これはね、えー、とやったのが9月の段階でやってるんですが、はい、この段階でいきますと92名柄あるというふうになってます。はい、そしてこれをポチッと押していきますとはい。 ごめんなさい、それ,それで、えー、さらにです、ね、この基本情報の隣のです、ね、財務というところに、ね、ちょっとこうポチっとこうして、はい、今、92銘柄はちょっと多すぎるのでこれを絞っていこうとさらに、はい、いうふうに、えー、思っています。こちらで,です、ね、まず財務という欄の,このタブがありますのでこちら、ポチッと押しますと。うん その中に、まあ、いろんな項目が出てくるんですが、これずらっといっぱい出てくるんですけども、その中の一つに。売上高営業利益率というのがあります。はい。で、こちらにですね、あの、ゼロ以上っていう入れるんですよ。はい。はい。で、ゼロ以上というのはどういう意味、かというと、あの、今期。営業黒字、つまり赤字じゃないっていうの、ここで切れるんです。単純にですね。これ入れるだけで。なるほど。はい。そして、今度はですね、株価パフォーマンスっていう、このタブがまた。 基本情報の3つ隣にあるんですけど、はい、そこをポチッと押してここもいろんな条件を入れるのがいっぱい出てくるんですけども、うん、その中の1つに、えー、時価総額っていうのがあります、うんはい、でこれ丸がいっぱいあるのでちょっと分かりづらいんですが、はい、これ、ね、500億円以上としてるんです。うんうん そうしますとどういうことが起きるかというと金属製品という業種の中で今期利益は黒字で、うん、なおかつそのまあ500億以上つまり流動性があるものというふうになります。はい、でこれで,です、ね、検索をかけますとだいぶ絞,れま、ねはい、絞られます。 で、これでですね見ていきますと例えばですね3436、えー、に34「サムコ」って出てるんですけども、はい、こんなのもね実は非常にいいんですよ今回、はい、なので、えー、選べるんですけどちょっと今日はですねここに出てきてます5901のですね、はい、東洋生览グループっていうのをちょっと見てみようと、うん、でこれをですねパチッとこう押していきますとここから先はですね季報の情報が実は見えるんですね、はい、はい。でそれを押していくとどうなるかというとはい でこれはです、ね、ちょっとあの切り取りしてるんですけどあのいろんな式法にもタブがあってです、ね、いろんなものが見れるようになってますでまずですねこれいきますと、えー、じゃ東洋生館どういうところに投資魅力があるんですかっていうのを私なりに、えー、見てみたと、えー、まずチャート見て頂きますとこれ、えー、戻り基調という形で結構安値からですね力強く上がり始めてるっていう感じですかねね本当でですす、ね、そ、はいえー、そしてうですね。 そして2つ目はですねこれが会社指揮法という株があのシートが見えてるんですけどもそこにもいくつかタブがある中のえ財務状況というところを押しますとこれがですねえ指揮法の予想なんですよ。ここにはですねえいわゆる今期予想と来期予想が実はちゃんと出てるんですね。で会社指揮法の強みはですねえ今期予想のみならず来期予想まで全銘柄につけてるっていうのがすごいことなんです。 え皆さんあんま気づいてないですけどこれ活用しないいいってなななななででですよ、ね、すないんですよよねんんここれ大変とので、えー、ここを使うとそうやって見ていきますと例えばですねこの業績はあの今期自体はですね大きく落ち込んでるように、まあ、営業利益なんですけど落ち込んでるように見えるんですけども、えー、来期にかけてみますとねでそろそろ来期にもねちょっと目を向けた方がいいんですよ。うん、というのはもう今これ。 10月でですすからそうですね半、はい、半期下半期で株価は半年先読みするってよく言われるんですけど、はい、なので、まあ、今期を見ながらも来期を見ていきますとここで初めてその四季報の来期要素が全部入ってることの強みが出てくるんですけどもそこでこの変化率を見るとですねなんとこれね、えー、今期要素は85億なんですが、えー、来期予想380億とこれ4.5倍なんですね、はい、これあくまでも四季報要素ですけどもこれってすごくないかと。 いうことですね、えー。では株価は高いんでしょうって形で見ていきますと、今度は左下ですね。えー、魅,力魅力の三つ目としまして、うん、ところが PBR はですね、零点五二倍いう形でね、ものすごい割安に保持されてます。一、うん、倍を切っている。一倍切っちゃってる。はい、なので、えー、資産価値から見たら半分なんですよね。なってます。でさらにですね配当四点八九パーセント。こパー高いんですよ。いいですね。むちゃくちゃいいんです。はい、はい。なので。 えこういう安定的なね配当でも配当重視の投資家の方もいらっしゃいますから非常にいいじゃないかと、えー、そしてですねえ特色欄でな見るかなどういうことをやっているかと見ると放送容器で首位、まあ、なので、日本一の会社なんですよね、うん、すなのでこんなような形でえ地味ながらこういういい眼柄も見つけることができるみたいなやり方ですね。 はい、そしてじゃあ2つ目、今度はですねテーマ投資をちょっと見ていこうという形でやっていきます。これもですね前半戦でやってますけれども今回、やっぱり円安が非常に、ね、数も出てますし3か月前から増えてもいるという形で円安がいいと。で、円安は当然いろんなところも出てくるんですがやっぱりインバウンドに期待したいということです。ではそこで銘柄をちょっと見ていこうという形でやっていきますと同じく国内株式から入っていきます。 そうするとですね。その下になんかこうテーマ投資っていう欄があるんですよ。うん、で、これをねポチッと押しててあります。はい、はい、そうするとですね。ここにですね。なんとテーマキラーってのが出てくるんですよ。うん、ほうこれまたなかなかあ優れもの機能でしてえー、このね。中に下にテーマキラーを始めるって言うのがありますので、これをポチッとこう押しますと。と、はい、はい、そうするとですね。<う>こんな形でです、ね。分かりやすいです。分かりやすいんですよ。うん、いろんなテーマが出てくるんですよ。 はい、でそうするとちょうどですねこれ資料、えー、作ってる時にはちょうどインバウンドが一番上の真ん中にいるんですよね。うんやはり皆さん注目しているですねなのでこのインバウンドをパチッとこうクリックしますと、はい、こういう形でなんと具体的な銘柄が出てくるということです。で特にですね今回はですねこの中に「強烈メンテナンス」これはですね「えー、ホテル」ですね ホテルを持ってますのでそこがあインバウンドの時にものすごいこの注目されたんですよ、えー、そういう話ですとか、えー、百貨店ですねはいこれはあ三越とか高島屋ですね、はいえー、資生堂っていうのは、まあ、日本の、まあ、化粧品そして米表っていうのは、えー、これはですねまあリサイクルショップなんですけども、はいまあ、昔で言うなら質屋なんですけどもこれもねあのインバウンドの時にむちゃくちゃ注目されたんですよでなぜかというとですね あの例えば資生堂とかこの辺がメイドインジャパンで注目されるのは分かると思うんですが、はい、実はこの米表はですね、うん、ユーズドインンジャパンですやはり日本で使われたものは,ものは、はい、質がいいいとうこれ、まあ、ちょっと話が飛んじゃうんですけど、はい、今日本の,です、ね、あのスポーツカー例えば20年以上前に作られたスポーツカーが、うん、なんとアメリカで,です、ね、2倍の値段で、えー、新車価格の2倍だそうですよ。 20年前の中古車ですよね。これがですね、いいすね国内メーカーが国内向けに作って、作った。もう本当に国内仕様のものですね。ジャパンドメスティックマーケ,マーケットってらしくてですね。はあ、これがブーム起きているらしいんですよ。アメリカで。やっぱりじゃあ日本のものは。そうなんです。 高く評価されますね、はい、なので、まあ、こういう米表みたいなのはこれはユーズド・イン・ジャパンなんですけどこういうのも面白いと。で特に今回ですねこの百貨店は指季報で他にどういうコメントが多いかというと高額消費ががいいうコメントが非常に多いんですよねうん、うん、これはどういうことかというとですね結局インフレのこう上昇というかですね最初に動き出すのは高額金から動くんですよ。はい、なぜならですね、まあ、私は庶民だからちょっと分かりませんけどお金だけ現金だけ持ってる方はですね やっぱりそのインフレというのは何かというと相対的に現金の価値が減ることを意味しているんですね、うん、なのでそれをビビットにこう感じ取ってですね徐々にこう物に変えている<ー>でその動きはあのお金持ちの人の方が敏感だからだから高額商品なんですよ<ー>、はい、みたいなことが、えー、実はね今回この、えー、テーマタブをですね他どういうのがあるかというと旅行とかですね 水害対策円安メリットうこういったテーマがありますで、えー、前半戦でやったんですけれども今回猛暑というのが変化率で一番に上がってきたりとか異常気象というのは少数ワードつまり潜在テーマが出てきてるんですけれども、えー、そういうまだね表に出てきてないんですけれども例えば水害対策なんかもですね今回の秋号から感じるテーマに合致してますので、まあ、こういうのもですねちょっとこう見ていくと面白い目柄が見つかるんじゃないかなというふうに思います。はい そして、はい、次ですね、はい、3つ目の切り口は、今度はですね、スクリーニング機能を活用してみようという形で、えー、中古型成長株を探してみようということです。でまあ、あのいつものようにこのスクリーニングのところまきまして、まず基本情報のところですね、えー、今回はですね、この3つ入れていただきます。はい、1つ目はですね まあ、あの東証プライムとか東証スタンダード東証グロース。え簡単に言うとこの E. T. F. とかですね、リートをちょっと外してもらえれば結構です。はい。それをまず外しまして。その後、二番目に規模というのがあります。で、ここにはですね、大型株、中型株、小型株になってますので。あの大型株を外していただきます。ええ、そしてですね、業種。ちょっとこれはですね、いっぱいあるんですが。あえて今回はですね、この通信と小売とサービス。 にちょっとしてまこれなぜこれをやってるかというとですねあのこれは私、えー、天馬が要は株価が10倍になる銘柄を、はい、もういろんなパターンの分析してきたんですけど過去ですね、あのー、やはりですねこの情報通信小売、うん、サービスで大体7割出てるんです、うん、今の時代は。<あ>はい、なのでちょっと、えー、数を絞るという意味でちょっと今回ね、はい、この業種もちょっと絞ってみたというふうにやってみました。うん そしてですね、これをパチッとこう検索した結果が、はい。あ、ごめんなさい、もう一ひ手ひ,ひ,、ね、ひねりました。はい。え、今そこまでやったら、今度はですね、基本情報のまたタブのですね、えー、二つ隣にですね、コンセンサスっていうねタブがあるんですよ。で、今回私これあの見つけていろいろこういろいろいじってみたら、これ使えるんですね。はい、はい、これ使える。ポイントですね。これ今までちょっとご紹介したことないんですが、はい、ここにですね。 えー、まず、売上高成長率とますのでここに20%以上と入ります、はい。でなぜ20%かというとこれもです、ね、天馬川の何度もこの分析してきたんですけれどもやっぱり一番大事なのは成長株であることという形でじゃあ成長株って何ですかこれは増収率、売上の伸びが高いものを成長株と言いますと、はい、じゃあ何が目処なんですかいろいろやったんですけが20%なんです。 はい、でこれ違う切り口でそれを一発で見る方法があって4年で売上倍2倍っていうのが年率20%なんですね、はい、そういう見方なんですけどもでそれをやりますそして今度は経常利益成長率というのがありますこれもですね、まあ、売上以上に伸びた方がいいのでこれも20%以上と入れます、はい、そしてですね えー、ちょっと下にですね、過去3年平均売上高成長率ってですね、過去の3年間の伸び率も実はこれは検索できるんですね。えー、で、これも20%で入れます。はい、つまりこの3つですね、丸、えー、4、丸5、丸6って書いてますけども、この3つのところにですね、全部20%以上と入れるんです。はい、はい。そして、えー、クリックしていきますと、はい、出てきた一覧が、えー、全部39銘柄出るんですが、そのうちの一部をここで抜粋しています。はい。はい。 でここですね。左からインクルーシブから始まりまして、えー、M&A 総合研究所とかビザビザスクとか出てくるんですね。でこの結果がですね、あの意外に良かったんです。はいお、というのはですね、あの実はあの SBI 証券のスクリーニング機能はですね、色報、はいえー、データで取っちゃうと色報データは前期のデータまでしかスクリーニングができないんですよ。うん、で先ほどお伝えしました通り、会社色報の強みは 今期予想と来期予想が全部入ってるっていうのが指標の強みなんですね。はい、で、この今期予想来期予想でスクリーニングできるのはやっぱりこれ、ね、本家本元の指標本ラインでしかできないんです、うん、これはまあ当たり前ですよね。本家本元ですから。で,ねはい、で、ただそこはねちょっと有料になっちゃうんですよね。うん、はい。なので、えー、皆さんその有料を払っていただいてそこでぜひやっていただきたいんですが、うんえー、今回この SBI 証券のこの内部だけでも完結しようと。 してや,やった時に実はこれがですねあの私はどっちもやってますけども、はい、この季報オンラインでスクリーニングした結果とすごく似ているんです、ね。ということはこれ SBI のスクリーニングだけでも、うん、で,できますす,、ねはい、すごくねこれあの銘柄の感覚に似てますでさらにこれ銘柄を押していきますとさっきの季報自体見れますので、うんうん、そうすると初めて、えー、今期予想来期予想を見,てくる見えるんですよ。なので、えー、これを確認することができます。 ええ、でこうやって見ていきますと、まあ、私なんかこれで見ますとね例えば「ザスクなんかも非常に、えー、引き続き注目してますし「はい、プロジェクトカンパニー9246」これも非常にねものすごい強いんですよね、えー。ちょっとしたのワンキャリア4377」これなんかもああ、ね、もう至急オンラインの、えー、スクリーニングでやってもやっぱり出てきますし<ー>ちょっと右行きましてね「はい、あのエクサウィ,ーウィザース」っていうのもあるんですけど、うん、こんなのも。 やっぱ向こうでも出てきたりしますしあとは4056のニューラルポケットこれもですねこれも株価10分の1逆転馬がなってますので、はい、まあこんなのも出てきますし、えー、7370のエンジン、えー、これもやっぱり意識オンライン上も結構いいところに出てきたりしますのでなんとなく、ね、全体の雰囲気は非常に似てます。 という形で、えー、ちょっとこういう活用法でもですね。はいろいろ面白い銘柄出てくるんじゃないかなというふうに思っております。うん、はい、是非、皆さんも銘柄を探す際のを参考にしてみてください。え、はい、ねはい、ここまで四季報秋号の個別銘柄について、複眼経済塾代表取締役塾長渡辺誠二さんにお話を伺いました。はい、ありがとうございました。